はい。皆さん、こんにちは。ワナリングルイージです。では、今回は、アーツ・オブ・アイアン4、現代モッド、日本プレイの続きをやっていきたいと思います。前回、クーデターが起きた中国、起こさせたわけなんですけども、すでに、クーデター軍は中国の中で、香港を確保するのみというところで、ちょっと追い込まれているという状況です。で、ここに、日本軍は、義勇兵と称して2師団送り込んでいるというところなので、このクーデター発生状態、内戦状態をまずは維持させるということをしつつですね、北朝鮮への宣戦布告準備、これをやっていきたいと思っています。で、ちょっと中国軍のですね、空軍が思ったよりも戦力が充実しているというのがあって、核を使った攻撃が本当にできるかどうかというのは、要検討かなと。やるにしても、一時的に空軍を一部の空域に集中させて、そこで制空権を取って一気に核攻撃を行うっていうようなことをしていかざるを得ないかなと思うんですが、その反面リスクとして他の空域で中国軍に制空権を取られてしまうと逆に核を落とされるということになりかねないので、ちょっとね、要注意かなというふうには思っています。一方、北朝鮮に関してはですね、ちょっと今から見ていきますが、それほど戦力がやっぱり充実しているというわけではないので、核を使って一気に攻撃を行って、戦争終結に持っていくっていうことは可能かなというふうには思います。さあ、では早速時間を進めていきましょう。まずは何はともあれ、ここ香港での戦いですね。個人的な趣味からマカオをなんとか取りたいなぁと思ってるんですけど、そのマカオへ進軍することすら難しい、そういう状況ですね。で、生産のラインの方は一気に、歩兵装備を拡充させているので、もうすぐね、めどが立ってくるかなというふうには思っています。なので、ちょっとまたこれを機に少し工場の割り振り、これを見直していきましょう。まずは、歩兵装備ですね。これを少し減らしましょう。歩兵戦闘車、支援装備、これを少し増やします。で、爆撃機、これはね、そんなに数が必要なものではないので、爆撃機は一旦このままで、下を見ていって必要に応じて、増減を検討します。あとは主力の戦車かな。戦車の数を少し増やしましょうか。マルチロール機はやっぱりこれくらいは欲しいなというところですね。軍用トラックはもう備蓄の状態。もう一時期軍用トラックはもう数が足りなくてヒーヒー言ってたんですけど、備蓄という状況にまで、変わってきましたね。なので、戦闘車、あとは、やっぱり戦車かな。戦車に割り振りましょう。で、これに伴って資源、今度オイルが足りなくなったので、サウジから輸入をしていきます。で、潜水艦が新しい世代のものにリプレイスが効くようになったので、リプレイスを仕掛けていきましょう。ちょっと失われる年月がありますが、新しいものへリプレイスします。で、空いた研究枠、
を使って、どうしようかな。今だともう、母艦を新しいものにする必要があるのかっていうところなので、まあ、潜水艦を先に新しいものにしましょう。これで劇的に、師団配備が進むんじゃないかなと思うんで、一旦師団、まあ、中途半端な装備率のものもいますが、配備を進めましょう。まあ、ここは本当に恐ろしいなあっていう中国軍のね、強さの秘訣なのかもしれないんですが、数が。まあ、それこそやばいと。これで今、軍に所属していなかった師団を一旦軍に所属させました。まあ、香港が落ちることはそうそうなさそうな具合ではあるんですが、逆に香港から身動きが取れない、かつ中国軍が香港に割いている師団の数は10そこそこっていうところなので、思ったより、その中国軍を分散させることができていないっていう状態なので、これをもう少しね、戦線を拡大したいところなんですよね。で、義勇軍を増派するには戦域を広げなきゃいけないんですが、それがちょっとできないので、今いる2師団で何とかするしかないという状態なんですね。で、制海権の方はご覧の通り、ほぼほぼ取っているという状態なので、問題はないんですが、制空権の方ですね。ここが厳しい。航空戦力の、まあ、総戦力が、中国軍は日本軍の3倍。で、これを短期間で埋めるのは難しいので、まあ、やっぱりその戦力を有効活用するというところを重点に置いてやっていかなきゃいけないかなというところなんですよね。そろそろでもそういう意味では戦力をね、配備していかなきゃいけないですね。まあ、例えばフィリピンとかもそうなんですが、まずは日本上空。ここの制空権すらも取れていないという状態なので、マルチロール機といってもな、数がやっぱり足りてないので、ここは思い切って航空戦力大増強をするために生産ラインの見直しを急遽しましょう。開戦までもう1年というところになってしまってますからね。マルチロール機に大きく、工場を割きましょう。多少他が融通きかなくなったとしても。
で、アルミが足りなくなるんで、アルミを輸入していきましょう。ディシジョン系で、航空戦力もらえるものがあればもらいたいけど、ちょっとないかな。空軍の経験値上げるっていうのと、空軍戦力を増やすっていうのは、イコールじゃないですからね。シンガポールの政府政党か、こんなのやってたんだ。原子炉一つを得る、これはやりたいな。ただ同じ陣営に属していないのでちょっと難しいという状態だな。シンガポールに宣戦布告する必要があるのかっていうところだよな。今はもうシンガポールに宣戦布告するぐらいだったら戦力温存した方が明らかにいいので、シンガポールへの宣戦布告はやめましょう。これロシアの装備ですね。これ輸入しちゃいましょう。でフランスの戦闘機ミラージュ、これも輸入しちゃいましょう。フランスから入ってきているミラージュはまだ見えていない？あ、見えたね。480機。これを配備していこう。沖縄、ここにも戦闘機をやっぱり配置していかなきゃいけない気はするな。あとフィリピンの上空、ここにも戦闘機をちょっと置きましょう。これでマルチロール機はほぼ全部使い果たしましたね。あとは艦載機、これでも制空権は取れない。
東シナ、南シナ、この辺りで制空権が取れてないですもんね。そろそろ母艦に戦闘機を配置していかなきゃいけないんだけど。いや、本当に厳しいな。マルチロール機、もうちょっとやっぱ数が必要だったんですね。陣容には170機の艦載機。第4艦隊。ここの蒼龍には、56機。やっぱりもう、艦載機の数が蒼龍と大砲だと4倍違いますね、4倍。片や56機、片や200数十機。昇格の方は123分の30なんで、ちょっとこれは数を増やしてあげます。第5艦隊の費用、ここは艦載機ゼロか。いやー、なかなかしんどいな。第6艦隊の昇格。これさっき見ましたね。飛龍は75機。これで艦載機は一通り配備ができたと見ていいですか？そうなると、やっぱりマルチロール機が足りていないという実情ですね。で、ちょっと目を離してましたけど、香港はというと、まだ守ってるね、ちゃんと。もうおそらくこの香港は何も起きないかなと思いますね、このまま。で、シンガポールとの戦線はもう布告しない、戦争しないと決めたので、このままですね。F99。これが完成すれば、かつこれを生産のラインに乗せれば中国軍をリードできる最新鋭の戦闘機が作れるわけだな。中国軍のちょっとそのいわゆる海軍、これの戦力ちょっと見ておきましょう。中国軍の海軍戦力は266から325、まあ300と見ていいでしょう。で、一方我が軍はというと、
147か。まあ、ただ、質では勝っているはずなので、まあ、でもこうやって見ると工場から何から何まで、中国軍とは、話にならないほどに差がありますね、やっぱり。中国と戦争する、その考え自体がもう完全に愚かな考えだな。朝鮮半島の制空権がちょっとちゃんと取れてないのが犠牲ないな。これでも本当に沖縄に核を落とされるな、このまま行くと。中国軍に。航空作戦のブーストをかけておいて、まあ多少でも作戦効率が良くなるようにしておいて、健康一滴。お、東シナ海の制空権がようやく取れましたね。また消えましたけど。南シナ海だな、そうなると制空権が欲しいのが。あとは中国南部。この制空権。これを得るために、トンキンに航空戦力増強しますか？第4世代のマルチロール機。ちょっと数がやっぱり足りないですね。本当に数が足りない。ドンキンにはさらに無人戦闘機とかも配備してみますか？無人の戦闘機。まあこれがどこまで活躍できるかっていうのもね、ちょっと見ておきたいなという気もしますので。東シナ海は制海権を今取り合ってる状態、うん、制空権を取り合ってるっていう状態ですね。まあ、まさに取ったり取られたりという状態だと思うんですが、核は14個、海戦までおそらくあと3個ぐらいは作れるんじゃないかなって考えると15、6個、これを配備して、まあなんとか北朝鮮、中国と戦っていくと。そういう流れにどうもなりそうですね。
いや、中国軍はこれ本当に疲弊する感じがないからな。物資も潤沢に多分作られてるんで、状態だとは思うんで。これレーダー設置したことによって敵の詳細が見れるようにはなってるんですけど、例えばじゃあ、この師団を見てみると、いやー、平均充足率100%、指揮統率率100%、師団の構成もバランスがいいときてる。まともに戦って勝てる相手じゃないな、中国軍。かといってね、シンガポールを取ったところでどうなるんだっていう話なんで、今更シンガポールに攻め込もうという気はさらさらないんですよね。まあ、陸上要塞は一通り完成したんだな、これを見ると。なので今、ザコザコ。軍需工場が出来上がってきているという状況ですね。要塞を持って、敵を食い止めると、まあ、そういう戦い方になりそうですね。よし。最新鋭のマルチロール機。これが完成しましたというか、まあ、研究が終わりましたね。早速、生産のラインにマルチロール機、最新世代のものにリプレイスしましょう。で、アルミの数が全く足りていないという状態になるんで、アルミをアラブから輸入。そうか。そうすると、この後あれですね。研究枠。何に使うかだな。もう飛行機も全部研究し尽くしちゃったんで。まあ、あまり必要性を感じてないけど、
まあ、何もしないっていうことはあり、何も得るものがないので、逆に何かをやって損することは、もうこの時点ではないので、適当にものをやっていきましょうか。まあ、海軍の、まあ、戦力でも中国軍の上のはずなんですけど、制海権はしっかり握ってるってことは、戦力、単純な戦力ではなくて質では勝ってるって考えて良さそうですね。海軍に関しては少なくとも。一方の空軍、制空権争いに関しては劣勢。韓国はまだパククネですね。さて、では、ちょっと時間もいい時間になってきましたので、今回はじゃあ一旦ここまでにして、最新鋭の戦闘機 F-99、これの量産体制に入っていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で
動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。